まあ、レース業界のレジェンドである関谷さんに、おもちさんのメディカルクリニックの方に、ご来店いただきました。はい、ありがとうございます。はい、それでは本日担当させていただきます木田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。青野です。よろしくお願いします。今回は私は今日させていただきながら担当させていただきます。はい、よろしくお願いします。ね、今回施術を受けようと思ったきっかけとか何か。これないのコンプレックスで、ずっと20代にはそのここにミクロゲンパスだったかなって、そんなの塗って言いましたけど、時々ね、全然変わらないので、こわもてというか、そういう風に見られてがちなんで、優しい人に見えるようにお願いします。はいはい、そうですね、承知しました。はい、ご希望は優しい雰囲気になるように。はい、ではこれから黄金比を取らせていただきます。はい、お顔を少し動かしますね。ありがとうございます。お鼻軽く当たります。日焼けすると、紫外線吸収するタイプですかね。真っ赤っかになったりしますか。すぐです。すぐ暗くなります。はい。はい、インクが出してる色より暗く定着しやすいのもあるので、そこは気をつけます。一度顎を引きますね。ありがとうございます。冷たくなりますね。これ麻酔ですか。これ麻酔です。これを15分置いて、で麻酔効いてきた頃に施術していきます。このまま15分お待ちいただきます。はい、その間にちょっとお色味決めていきますね。はい、今ここに明るめのブラウンを乗せてるんですけれども、はい、これだと濃いなとか、あ、ちょっと薄すぎるなって思ったり、お色味いかがですかね。足し算はできるんですけど、引き算でちょっと濃くしちゃったのを薄、あ、じゃあ明るくするっていうのができないので、はいはいはい、ちょっと一回明るめで施術していきます。はい、施術していきます。針入れますね。はい、痛かったら教えてください。痛みいかがですか。何も感じない。感じないですか。はい、続けていきますね。針が入ってるんですか。入ってます、入ってます。インクも一緒に入ってます。こういう感じで、へー、ここからちょっと今インクついたままなので、はい、濃いんですけど、へー、ここからこういう感じで毛並みが入っていく感じになります。なるほど。1回目終了です。左側、見して見してちょっと見にくいかもしれないですけど、ちょっといい感じじゃないですかいい感じですか。すごいナチュラルで、これでパックして2回目吸ってパックして、はい、ちょっとヒリヒリします。はい、しないですあ、本当ですか強い
このまま5分パックさせていただきます。施術お疲れ様でした。ありがとうございました。完成しましたので見ていただきますね。じゃん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 。あー嬉しい。眉毛のある、眉毛のある素敵な。すごい。今まで全然違和感ないね。違和感ないですよね。もともとないところにできたので、ちょっと男前度。いやいや、だいぶです。はい、5ポイントアップ。よかったです、はい。ありがとうございます。めちゃくちゃいい感じになっております。若い子にモテたら大変だな、ちょっと。本当ですね。かみさんからクレーム入ると思う。なんか、新しい人生始まる。嬉しい、はい。ありがたいお言葉いただいて。では、今日ちょっと長い間でしたけど、ありがとうございました。